はいどうも、しゅうちです。では、今回も、新米 EDF が行く、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、今回のミッションは、こちらのですね、もうね、見るだけで嫌なんですけど、ミッション61、飛中の塔。驚くべき情報です。山岳部に巨大生物の巣が発見されました。おそらく飛行型巨大生物の巣だと思われます。詳細は不明、直ちに現地に向かってください。はいはい。向かいますよ。いやー気が重いぜ。ハードだけどね。はい、作戦開始だ。ここはですね、奥の方にね、巨大な蜂の巣みたいなのがあるんですね。で、そこを攻撃してぶち壊すというミッションです。あれです。んで、あ、もうすでにいらっしゃる。オスブレード MA は強えんだぜ、意外と。すぐ溜まるしない。ほらほらほら。サムライスタイルですよ、今回は。100m 射程があるんでね、このマックスパワーは。意外と切れるんですね。範囲も広いし、仲間が後ろにいる時には使っていい武器ですね。範囲が広すぎて、オンラインモードだと、ブシュブシュとね、後ろから仲間を切り捨てることになるんでね。ちょっと、これ。あれを攻撃すると、あっちの、ハッちゃんがアクティブになって、こっちに向かってくんですね。まあ、ちょっかい出してみましょう。多分届くでしょ、これ。おらおらおらー。そしてなんか、片っぽ俺103をつけてる。なぜ？色合いはいいけど、威力が弱い。なんで俺103をつけてるの ?104 って方は威力高いんですけど。なぜだか、片っぽ間違えてますね、装備を。ちなみに、今回のカラーは、仮面ライダーダブル、ルナ、トリガーカラー。青と黄色。青と金色。ルナ、トリガーですね。まあ、わかんない方はググってください。ほい。お前らの罪を数えんか。なんかドラゴンボールのあれみたい。ベジータが行く死亡フラグの時に出す連続エネルギーだ。死亡フラグじゃないけど、わらららららってあれたくさん出して、モクモクモクってなって、煙の中から敵が現れて、はっ聞いてないだと、そんなバカなって驚愕するんですよ。点で聞いてない、点で答えてないってね。ベジータさん、巻き散らす技好きですからね。連続エネルギーだ。得意技なんでしょうね、きっと。そして、このままでいいんだろうか、これ。聞いてんのか、あれ。壊れねえぞ。前進した方がいいのかな。
球防衛軍はね、いまいちね、ミッション書いててくれるんですけど、何やったらいいんだろうっていう時もありますね。中には。これでいいんだろうかっていう。まあ、大抵の場合それで合ってるんですけど。あ、来た来た来た。やばい、いっぱい来た。弾幕だ。弾幕で歓迎するぞ。ウェルカム。ウェルカム。当たらん。EDF たちは戦ってんの、あっち。なんか違うな。まだあれ攻撃できないんだっけかな。この次のミッションかもね。間違えたね。叩き切る。あれ。あえて飛ばれるとなかなか当てづらい。あそこは 100m 圏外か。野良場飛べばいいことよ。見えない。あ、ここ途中で終わるんだ確か。やべえやべえってなって途中で終わって終わる気がする確かそんなミッションです。あかん、蜂がいっぱい出てきた、どうしようどうしようどうしよう、逃げようっていうね確かそんなミッションですよ。レンジャー6が来てくれたぞ。みんなレンジャー6だ、我らのレンジャー6が。わたつやばい、これは蜂を怒らせた、怒らせた、あかんよ蜂は、怖いんでね。蜂を舐めちゃあかん。特にこのサイズの蜂は舐めちゃあかん。マキシマブルブレイク、マキシマブブレイクを食らしやる。つい。メモリーブレイクじゃ。終わった。やばい。そして死体が邪魔だ、木も邪魔だ。てんて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 んて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 ん、成敗。てんて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 んて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 ん、よし、暴れん坊将軍スタイルでいくぞ。徳之進さん、ほら叩き切ってくれるわ。死にたい奴は道具じゃ。俺が刀の騒ぎにしてくれるわ。おら、ダメだった。おっしゃー、わさびが出てきた中から。わさびを撒き散らすんじゃない。おら、これ二刀流でもよかったな、今回は。まさにこれぞフェンサーよ。刀を担いでこそが。いつも槍だけどね。たまには刀もいいんじゃない？取れない？取りづらい。まあいいや。やばい。レンジャーたちが囲まれている。どうにかせねば。すんげえ数だな。まああんだけでかい巣だからそりゃそうだよね。あんだけ住んでらっしゃるんですからね、あのマンションに。絶対横文字だぞ、あのマンションは。かっこいい。最近かっこいい横文字のマンションがいっぱいありますからね。戦闘なんとかとかさ、クレッセントなんとかとか。拙者横文字は苦手でござる。あめ。クソ、いっぱい来たぞ。もう死んだか、あいつら。
い、ジャベリンがなくなってきた。さすがにきついぞこれは。なんだこの画面を追いつくす蜂の群れは、おぞましいぜ。それ以上近づくんじゃないの。だ。すげえぜ、シゲチのハーベストみたいなのいっぱいいる。うわ。シゲチ、まあ俺だけど、俺はシゲチなんだ。チーじゃねえんだ。間違えんな。間違えんじゃねえぜ。うる。まあでもシゲチ好きですね。ジョジョの奇妙な冒険の。あのキャラクター。荒木先生も好きみたいですからね。ジョジョといえば今第3部見てますか皆さん。まあ第3部はね、もう面白さが約束されてるんで俺として早く第4部見たいっすわ。第4部はまだアニメにはなったことないですからね。やべ、くそ、刀振ってごまかすしかねえ。許してください。飛行するものはな、通り過ぎていくと攻撃しづらいんだぜ。方向転換に時間かかるから、ね、これはバトルフィールドのヘリコプターにも学んだぜ。真下には攻撃できないしね、君たちは。イエイ。サイクブーン、サイクブーン。やばい、ここでもソニックブームを使う羽目になると。そう、サイクブーン、サイクブーン。この中身多分ガイルですね、今。このフェンサーの中身。サイクブーン、サイクブーン。ワッチ。サイク、あれ、出ねえ。サイクブーン、サイクブーン。オッケー。はい、久々の新米 EDF。ただガイルのモノマネしただけでしたね。はい。そう、この次の段階で、あれ違うかな、なんかね、壊せるんですよ。壊すミッションがあるんですよ。出撃します。ミッションを選んでください。ほら、こうね、関係ないのを挟んで、ここら辺で、あれ、こう、ここでやっと壊すんですね。ネタバレすると。で、ここで侵入して、で、この女王を倒して、次なる戦いへ向かう。俺たちの戦いは続くってことで。まあ、どうせなんでもう一個やりますか。よし、これだ。これをやろう。これをやるためにはこの装備じゃダメだ。ヘクトル君がいるので、確か虫も出てくんだよね。微妙にカラーを変えていこう。いつものに戻そう。お、ルナ、ルナじゃねえ。あ、ルナジョーカーだ。ルナジョーカーで行こう。ルナジョーカー。よし、行きましょうか。こういう遊び大事ね。はい、続けて行ってみたいと思います。ミッション62、重装要塞追撃戦。あぶね、作戦って言わせるそうなこのテキスト。先に撃破に失敗した四足歩行要塞が進路を変更、再び我々の防衛エリアに接近中です。情報によると、この歩行要塞は強化型とのこと。その装甲はグラインドバスターを弾き返すほどです。もはや弱点を狙うしか手がありません。それができるのは地上部隊のみ。なんかさっきもね、そんなこと書いてあったね。あ、さっきもじゃねえや。気にしないでください。危険な任務ですが、このままでは市街地は壊滅です。直ちに作戦を開始します。お、なんだこの、びっくりマーク2個、2個。さらに今入った情報によると、この方向、ん?歩行要塞は、重視ストリーム砲を装備した強力なヘクトルを搭載しているようです。十分に注意してください。あれね。一撃必殺ビームね。よし、行くぞ。作戦開始だ。お、司令官も同じこと言ってた。
気が合うね司令官。お、ウィングダイバーの姉ちゃんいるぞ今回。これは張り切るしかねえな。おじゃん、全員であれを壊すんだ。踏みつけられないようにしないとな結構食らうな。まずアリをぶち壊す。てかアリがいる。壊れた。アリンコが邪魔だな最初は。そしてヘクトルが微妙にいるんだよね。おいで蹴られた。敵撃ってくれ俺の敵を。まだ死んでねえけど。このヘクトル邪魔だな、消してやるぜ。邪魔するものは消す。さらば、あれ相手やるなお主。煙吹いとるけど大丈夫か。つぼめをやろう。なんだこの微妙な。ヘクトルさんはねアイテムの宝庫ですからね。4つぐらいのアイテムがドバッと一気に出るんで戦場ではね癒し系ですね、欠かせない。対処法さえ間違えなければなんてことない敵なんだねヘクトルは。こういう風に回復をばらまいてくれる優しい巨人なんですね。貫通。お、やるなウィングダイバー。俺も負けられんぞ。えてかあいつから出てくるんだよね。で、あの出てくる瞬間のあの開いたところをバシバシやらなきゃいけないんですよ。めんどくさいことにね。あいで、何今の。あお、足に踏まれた。痛い、ひどい。あいつに比べりゃ俺なんて虫けらか。 G か、この色からして。俺の嫌いな、まあ、好きな人いないだろうね。さあもう一突き当たるんだねこれ串刺し作戦。大東京串刺し作戦。昔の仮面ライダーで、昔の仮面ライダーはね、なんか東京中心ですからね。ショッカーとかも東京を手に入れるために、なんとかかんとかって言いますからね。おお、なんか出てきた。虫けらが。カトンボが出てきた。で、そうか、これ、砲台も出てくるんだっけ？コートゥー。ちょっと今は、あれですね。お尻に干潮したような感じですね。下品な言い方すると絶好問題。よしよし、次はこのちょっと胸に当たる部分をついてみます。いや、よし、 OK。うわ、まだあった。鬱陶しいんだよこれ。あ、リロード何とか今ロードしたぞあーこいつか、やばい。こんな接近戦したくねえ、危ねえ。槍が強くて助かった。おう、なんだ今のは。足か、またおいで。こう足の衝撃なんすね多分今サッカー吹っ飛んでんの。まだ死なねえのかこいつ。当たってない。くそ邪魔なんだよねこれが毎回。死ねえ、いい加減。
そう。これ使ってねえな。来た。回復落とせ。この段差が邪魔だな、やっぱ。よし、要塞自体の砲台は黙らせてます、ね、やべ、微妙にこいつらに削られている。一旦回復。仲間何してんだ、仲間変なとこにいるぞ。どこにいんだあいつら。あんなとこで路頭に迷った。この俺が道を示してやるぜ。死にそうだけどな。いい削り役だよ、ほんとこのドローンさん。ほらついてこい、戦え。何やってんだ、戦え。そんなんで給料もらえると思ってんのか。よし、飛行ドローン1体につき俺が20円やろう。飛行ドローン5体連続で倒した者にはボーナスとして500円やろう。優しいな俺。よし、俺が飛行ドローンを1体倒すことによって、5000円もらおう、みんなから。お、頑張るね。俺のこの劇が効いたかね。急になんか頑張り出した、ね、EDF は金がないからな。きっとこの人たちも金ないんだろうね。ちょっと回復しとかないとなんかやられそうですね。ハードといえど。よし、こんだけありゃ十分だろ。うぜ。飛行ドローンは任せたぜ、みんな。俺はみんなを信じて、あいつに戦い挑む。その前に、リロードする。よし、行くぞ。さっきからこの足に踏みつぶされてるからね。お、煙吹いてる。イエーイ。このオンボロめ。早く、そこ開けろ。よし、一回も使ってない、これだ。ガリアキャノン発射。ドーン。さあ、ガリアの出番とは何だったんでしょう。フィニッシュのためだけにあったんですかね。このでっかいの倒してアーマー3つだけしか出てこないってどういうことなの。よし、あとは敵を殲滅するぞ、みんな。準備はいいか。射撃用意できたか。おお、ナイス。おいおい、俺にも残しておいてくれよ、みんな。そういや、あれだなってな、アメリカではゴジラとかっていう未確認生命体が、巨大な生物が出現したらしいな、ワールドプレミアム。という話しようとしたら終わってた。はい、終わり。終了。はい、まあ、武器はどうでもいいんですけど、アーマーがね、いっぱい手に入れば OK です、自分。武器は個人的にこそこそ集めますね。はい。いや、まあ結果的にちょっと長くなっちゃいましたけど、今回も見てくださってありがとうございました。まあ期間が空いたのは私は喉をやられてたからですね。風邪ひいてね。皆さんも、うがい手洗いなどして、風邪の予防とかに努めてください。今回の風邪はなんか喉がですね、潰れますんでね。おはらさんにみんななるんで、おはら病と名付けました、自分。はい。で、次回はですね、この山岳解放戦。なんか変なシルエット見えるけど気にしない。
をやっていきたいと思います。では今回も見てくださってありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。風に気をつけて。